もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。
ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。すみません、受付でご記帳をお願いします。会場へは受付を済ませてからご入場をお願いします。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいか。はい、ありがとうございます。桐生一馬だと。てめえ、もしかして道島の親父殺して無所行ってた桐生か。いや、別人だ。だよな、親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。ああ、後で絶対に始末書を書かされるな。あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、紋章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。しかしマネージャー、紋章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか、わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！ったく。
最近の若いやつは。さっき模章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが見てたんですか。実は模章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間の親さんのところへ。おやさんはこちらです。行きましょう。
葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今、風間のおやすさんを呼んできます。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？東条会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやす！風間のおじき！てめえ！
お前、桐生。桐生？なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を100億を頼む。行け。
覚悟しろ。おいこら、覚悟しろ。ここは通さへんで。ここがお前の墓場や。No!
Yeah!
松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。誰だ。誰だこれ。何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。
キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。あまり無茶すんなよ。